キーパーズトークというイベントをしていますので、ちょっと今日も始めさせていただきたいと思います。でこので今なんで上の方行ってるかっていうと、あの飼育係が餌を持ってきたからですね。場所取りで喧嘩してます。で今ごぼうを投げてるところです。でこうやってみんなチンパンジー欲しい欲しいって集まってるんですけれども、まあ、平等にね餌が行き渡るようにこう上げていきます。今ごぼうを食べてるんですよ。あ、こっちも、ね、食べてるね。でお昼ご飯ごぼうと玉ねぎとじゃがいもです。でこの今左手の方では気管回収器に登ったチンパンジーはデッキーというオスのチンパンジーなんですが、なんでこの子は餌取りに行かないかというと、ちょっと向こう側に気になるものがあるみたいです。デッキーは非常にあの大人の男の人とか車とかそういったものに敏感で、ちょっとでも気になるものがあるとその餌よりもねそっちの方に興味があってこっちを見ています。で今からごぼう食べてるよ、ね、普通のチンパンジー、ごぼう食べてます。チンパンジーたちは雨の日とか雨とか雪とかがとても苦手で、こうあの雨が降ったりすると布をねかぶったりしてそれをね避けるようにあの傘みたいに使って布などをかぶって移動したりします。ねえ、で雪はでも積もるとね結構チンパンジーあの晴れてれば割と楽しんでいて、あの雪をね食べてみたりとか、まあ、ちょっとなんか手に持って固めてみたりみたいないろいろな遊びをしている様子が見えます。今回はちょっと積もらなさそうなのでそういう様子は見えないかもしれないんですが、まあ、今でも氷があの水飲み場に張ったりとかあの水のところに張るとそれを取ってちょっとかじってみたりなんかしています。寒さはとっても苦手なんですけれども、そういうあのなんかちょっと普段と変わったこととか非常に好奇心が旺盛で普段と変わったことが大好きなので、まあ、そうやってあのちょっと食べたりねしてたり感触を楽しんだりしているみたいです。でチンパンジーたちの野菜、今は、じゃがいももらってますね。じゃがいも、あと玉ねぎです。お昼はその3種類にして、あとは朝昼晩と大体大きく日に3回野菜を中心に餌をもらっています。で年間を通してみると50種類以上のものをあげています。日替わりでいろんなものをあげています。でこの日替わりのものの一部をですねこの UFO キャッチャーというのの中に入れますので、ちょっともう少しみんなの食べてから入れましょうね。で野生のチンパンジーですとあの果物とかではなくてあまり甘くない果実ですね、あの、繊維質の多い果実とかあと木の葉っぱとか樹皮とかそういった植物を中心に食べています。なので動物園でもなるべく野菜を中心にあんまり甘くないものを中心にねチンパンジーたちには与えています。で今あの右手に2頭チンパンジーが分かれているんですけれども、これは何でかと言いますと、まあ、ケイというね今下で餌を食べているのはケイというメスのチンパンジーですけれども、その子は、ここ3年前くらいですねこちらの動物園に来た個体です。でずっと1頭で単独で他の動物園で暮らしていましたので、ちょっとチンパンジー付き合いがまだうまくないところがあります。なのでちょっとずつあの友達をこの群れの中で見つけてもらっているところです。で現在ケイに優しくしてくれる個体はねあの3頭ほどいまして、まあ、そのうちの1頭がサクラ、今上で餌を食べている子ですね。です他のチンパンジーたちともまあゆっくり時間をかけて仲良くなってもらいたいと思っています。でたくさんあの葉っぱのない木の枝が下に落ちていると思うんですけど、これがあのチンパンジーたちがねじゃます。
制裁案件見て、はい、どうですか？早速やってきましたよね。今上の穴と下の穴両方に落ちると、この子ベリーっていうんですけど、ベリーのところに砂が落ちてくる仕組みになっています。中にはトマトとかキュウリとか人参で、ベリーは他のチンパンジーたちが餌に夢中な相場いるというのがね、非常に私たちと近い点の一つです。デッキ君はまだなんかそこでなんかみんなを観察してます。今ちょっと見えづらいんですけれども、ここの今日出ている群れの中に子供がいます。右の上のところをよく見ると子供がいるんですけれども、ちょっとここから見て、見ると見えると、多分お母さんが食べ終われば結構見えるかもしれないんですけど、あとそれ の一番奥の方、皆さんから見て遠いところに、上の方の遠いところにいる子が少し体がちっちゃいんですけど、あれがふぶきというね、そのいぶきのお兄さんに当たります。で、結構の弟のね、ことを抱っこしてよくいろんなところに連れて行っています。お母さんもなんとなく見るはなくなしに見て、まあ、デッキ餌をもらう気になったんでしょうか。混み合ってます。結構こうデッキは優しい性格、あんまりそんな争わないので、ちょっと湧き入って入るかどうかみたいな感じですかね。もうもらいたいから行くか。今ピーマン持ってますけど、ピーマンは、デッキーが嫌いなんですね。デッキーの嫌いな餌なので、なのでみんなの前であげます。今渡してます、ね、一人だと食べないんですけれども、みんなの前で渡すと羨ましくって、みんなが羨ましそうに見るので、それで食べるんです。嫌いな餌はちょっとみんなの前であげるようにしてます。ちょっと食べてますね。やってます。チンパンジーに渡して、今ミルという子がさっき今飲んでますね。それでその後ジンが行きましたよね。気管回収器に入れますとまたコイン出てきます。今入れてます。このコインを使ってまたジュースを取ることができます。1日5本まで入ってます。あと1本、2本
日本中の一本を友人が取りました。あと一本が今飲んでいて、布かぶっているのがマックスという子です。でマックスがとっても羨ましそうに今ジンがジュースを飲んでいるのを見ています。でもマックスがなんでこうやってジュースを取れなかったかっていう と、 ちょっとマックスはあんまり自動販売機に興味がないみたいで、自動販売機ほとんど使えないんですよね。やり方がちょっとよく分かってないみたいで、なのでちょっとコインもあまり取りに来ないんですね。なので今羨ましそうに見ているだけになってます。はい、ジック早く飲んでまたもう一回取ろうとしてますね。他のチンパンジーにも渡したんですけれども、ちょっと今日の組み合わせ的にやりに来ないみたいです。チンパンジーの、全部で18 19頭チンパンジーがいて、毎日組み合わせ変えますので、取れるチンパンジーがね、日によって違うんですね。その中でどういうどんな風に強いかとか、そういうのによって取れるチンパンジーが変わってきます。でこれは性格が出ますね。バン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 叩いてみるじゃん。はい、取りました。でモモコ、あ、これはできます。敵もあんまり興味がないので、ね、知らないですね。今でこのジュースは1日野菜 100% のジュースが5缶こちらに入っています。最初はチンパンジーたち自動販売機使えなかったんですけれども、まあ、係員が飼育係がコインの入り口にね、コインを置いて、コイン投入口のところにコインを置いたりして、そしたら徐々に、ね、できる1頭の個体ができるようになって、そこからみんなそれを見て、ね、学んで、こうやってほとんどの個体ができるようになりました。で今この布をかぶっているマックス君なんですけど、このチンパンジーは結構この布をねかぶるのが好きなんですね。結構手ぬぐいとかも出すとこういう風にかぶっています。もう売り切れちゃいました、ミルちゃん、残念コインが詰まったんじゃないかと思って今枝を入れて直そうとしてます、コイン詰まりを。でも売り切れましたよね、出てこないので、じゃあ売り切れたんだって思ったのかもしれないです。それではですね、キーパーズトークは、ね、これで終わりにさせていただきたいと思います。最後にチンパンジーは多摩動物公園には全部で19頭いますが、野生ではどんどんと数が減ってしまっています。今ではもう絶滅危惧種となっておりますので、まあ、ちょっとでも皆さんにチンパンジーの魅力をお伝えできればなと思ってお話をさせていただきました。ネギが飽きちゃって、毎年ありすぎて、なんかそうなの、なんかすぐみんなやっぱり目新しいものが好きで、すぐ飽きちゃうんで、ちょっとネギが続いたら、あ、ちょっと秋ネギかみたいな感じです。間開けなきゃね。少し開けて、でまた再開になってます。季節に野菜がね、すごい雪ですね。いいじゃないですか。
もう50年持ってるのか。持ってる。
すごい。可愛い。
そうでしThank you.
かになんか回ってきてるThank you.
Thank you.